3、2、1、0。ボンチョウチンのスイッチ入れて電球つきません。ボンチョウチンの電球つかないので電池切れかと思ったら断線でした。今日は迎えボン、お盆様に叱られないよう修理します。黄色の線が切れてました。ハンダ付けで修理。作業は簡単、ハンダで点付け。行くぞ。しっかりついた。閉める前にテストですね。そうか、スイッチオン。オッケーみたい。よし、完成。次は看板作成。まずはパソコンでデザイン作成。久々の登場、カッティングマシーン。セット完了。カッティング開始。ハサミで切って完了。文字抜き開始。今回は2種類のシート作成。文字抜きと文字残し。今やってるのは文字抜きです。字が大きいから割と簡単。今回は撮影しませんが、文字残しは文字以外の部分を剥がします。小さい文字は根気とやる気が必要です。文字残し、下が文字抜き。カッティングしたシートの上に透明なシールを貼り付けます。剥がしながら貼り付けました。次はアルミ板に貼り付けます。この作業も位置合わせするため、セロハンテープで仮止めします。広げます。カッティングシートのシール剥がします。引っ張りながら貼ります。
表面の透明フィルム剥がして完成です。文字抜きバージョンの動画は省略。文字抜きの方は空気が入ってしまいました。針で穴開けて空気出します。